はい、当たった当たった。よっしゃ、あれももう食ってますね。これはよっしゃ、当たり、よっしゃ、まあ強いけどな。40あるんじゃない？40。では一投目いってみましょう。今現在の魚の姿見えないですね、コマセ巻いても。動きますね。潮はいい感じで動いてる。あれ、これはいけんじゃないの？あれ、結構グイグイ入ってくな。当たった当たった。よっしゃ。一投目で来たよ。なんだこれ。マジか。一投目でメジナっぽいっすよ、これ。メジナっぽいな。マジか？うわ、強い。メジナだ。お、すげえ。一投目。まさかの1投目で来ました。うわ、やばい、ほっとした。1投目で来るのなかなかする。しかもまあまあのサイズ。うわ、いきなり38行きました。おお、当たってる、当たってたな。本当だな、これ。ほらほら、当たりだ、当たり。うわ。うれ。あれ。まあまあまあ。まあそうですね。そんなに甘くないよね。お、続いてはベラっすね。まあこの場所はベラが多いっすげえ活性高えなぁ。あれももう食ってますね。うわ、これは。
これは誰だ、メジナっぽいな、やば、メジナっすよこれ。よし、受けやろ、よしよし、これはちょっと上出来すぎるな。さっきよりはサイズ落ちましたけど、でも十分なぐらい、もう30は超えてるね。ちょっと31ですね、31センチ。メバルっすね、これ。ほら。メバル。よかった。魚は元気ですね、全体的に。まあ、近いなくいい日に当たってますよ。いけるか、いけるか、いけるか。よし、やった。なんだこれ。誰だ。ベラっすね。ベラ多いな。ベラっぽいっすね。ベラだろうな。ベラだな。よし、ちょっと。一旦、メジナタイムは終わったっぽいっすね。そうだな、ちょっと当ててくる感じですね。左手前に当ててくる。ベラだな、これも。すげえな、ベラの数が。これの数、半端ないですね。思い切って仕掛けを変えてみました。針を6号から5号に落として、針数を 1.5 号まで落としました。1.5 号を1広半、水中器の仕掛け、当たり行きが B、水中器が 2B、誘導は1広取ってます。重りは打ってません。いいところにあるんですよ。すごいいいところでした。よしよし。よしよし。ベラじゃない。ベラではないですね。メジナっぽいよ。メジナにして。メジナ。もう強い。メジナっぽい。援護棒に落としたからといって弱気になったら取れない。よし、メジナだ。よし、大丈夫大丈夫。
大丈夫大丈夫大丈夫です、飯出す。うまい。いいカバーですよ、これ。あれ。ほら。やった。はい、いいとこかかってますね、ほら。ここっす。36センチですね。36。また週が。向こうに払い出して雰囲気いいんすよ、やっぱね。誘導を親引きほど進めました。今これで浮下は一広半ですね。ハリス一広の誘導親引き、そんなでもないですけどね。30センチぐらい、30ちょいぐらい。元気だな、よく引くな。当たりも明確だし。31センチですね。このサイズが割と浮いてるのかもしれない。ハリスを本当は 1.7 ぐらいまで上げたいんですけどね。 1.55 でこうやって食ってるとどのタイミングで上げていいのかなよくわかんないですね。あ、ダメだ、ベラだ。あ、違う、コッパだ。ここは口太いでした。ちっちゃいね。ボラじゃないよね。強い。アイゴっぽくなってきたな。アイゴっすね、これね。ああ、アイゴだ。アイゴといえどもバラしたのは悔しい。
しよ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 こいつが来ると本当にメジナいないのかな。よし、仕掛けを変えました。針がグレバリの6号、ハリス 1.75 号を一ヒロ半、水中機の仕掛け、当たり行き、水中機ともに B ですね。誘導は一ヒロ取ってあります、重りは行ってないです。もう時間的にはいいんですけどね。いい感じなんだけどな。流れ的にはすごくいいです。足りた。よっしゃ。よしよし。あ、叩いてるのこれ。そう。あれこいつ誰？誰ですか？でっか、フグ。フグだよね。なんだこれ、ブダイか。巨大なフグかなと思いましたよ。ブダイでした。猫、ブダイ食べる？ブダイ。食べれる？これ。でかいよ。いらない？いらないこれ。持って帰るか。持って帰って、自分で食べますよ。この時間から、割とチャンスなんですけどね。そこに見えてるけどな。メジナ来い。よし、メジナだ。やった。鳴らすなよ。でかいっすよ。いいサイズ。いい。OK。これ。これは重量ある。40あるかと言われればないと思うけど、でっかいですよ結構は。いい。太鼓もある。40はなさそうですね。だけどいい。でかいでかい。よく引いた。40あんじゃない？お、40。ちょうど。よかった。
やった。ゆったりしてるようで、ゆっくりながらも潮が動いてるんですよね。よし、あたり、そっから行け、そっからぐっと行け。よし、よし、よし、でっかいな、これも。よし、よし、無事な、無事な。よし、よし、逃がさないよ。あ、違う、クロダイだ。クロダイでした。いや、すごいですね、今日ね。今日はすごいでしょ。うい、クロダイはちょっとサイズだけ測ってリリースしましょう。うー、綺麗なクロダイ39センチとかですね。